ますからね。はい。そっか。じゃあおまじないしておきます。痛いの痛いの、これからも来ませんように。それから今日は身体測定もしますよ。そこに背中をつけてまっすぐ立ってくださいね。わあ、前よりも1センチ大きくなったみたい。元気な証拠ですね。あなたが元気でニコニコだと小鳥も元気でニコニコになります。困ったことがあったらいつでも小鳥に相談してね。